菩提君、法喜君に漢詩を作るにあたって注意です。白丸と黒丸は原則通りちゃんと調べてやらんとダメ。白丸と黒丸を適当にやっとったらダメ。五代君がこの間全く適当に白丸黒丸をのルールを無視してやっていた。必ず白丸黒丸はルールに従ってやってほしい。いい加減にしたら単純なことだから、すぐいい加減にしたということがバレる。五代君は勉強したのに忘れてしもたんか、それともわざとサボったのか知らんが、白丸黒丸のめちゃくちゃがあった。初歩のミスである。次に読み下しというか直訳は日本語になっていなくてはならない。五代君も法喜君もおかしな日本語になっている。大きな声を上げて日本語としておかしくないかどうかを自分でチェックしてほしい。それとまあ理論的に常識で考えて文章になっていてもちゃんと内容が日本語になっていてもちゃんと内容が筋が通って正しいかどうかを確かめないといけない。五代君も法喜君もこれが日本語かと、日本語ではないなというような読み下しというか直訳をやっている。こういうふうな読み下しをやっている限り、あとの意訳、まあ、大意とかいうのは正しく書けるはずがない。文章そのものを直接読んだ時、日本語になっていて意味が通っているかどうかをチェックすること。自分の常識で、五代君も法喜君も至って言葉について分かっていない。分かっていない人間が適当に想像でその意味を決定すると間違いが多い。まず字引きを調べること。熟語は大抵字引きに載っているが、字引きに載っていない言葉もかなりある。その時はどうするか、一字一字を調べる。一字一字を調べる。そして次にそれをひっつけて考える。これ熟語でない場合はそういう作業が必要。まあ熟語の場合は字引きに載っているな。その区別が分かっているかどうか。熟語は載っている。原則。
ということ、とにかく調べること、飯田君はよく調べている、また割に言葉について知っているから大きな間違いはない。その点やっぱり手間をかけて調べんといい監視ができないな。横着したらいかん。適当に自分で意味を与えたらあかんことが多い。二人とも注意してください。